テイクバックが浅いとどれだけ頑張っても飛ばないので、今反動の力使いました。じゃあ今度は反動の力使いません、上げていって反動の力使わなくて上げていきます。これも大事なんです。もちろん反動の力使った方が同じ軌道を通るんで安定するし、まっすぐも飛びやすいです。ただ純粋な加速、自分の走る速さできそうなこのダウンスイングなので、最初やってたのはこう、前回から僕練習場行く行く言ってたじゃないですか、行く行く詐欺しました結局、はい、行ってもしょうがないなって、はい、行く暇あったらちょっとトレーニングしようみたいな。あ、いいっすね、いいっすね。今僕はこのブンブントレーニングやってる、はい、そしたらここ水ぶくれてきて、ちなみにマネができるのってなぜかわかりますか？グリップがダメだから。簡単に言うとグリップがダメかどうかではなく滑ってるかどうかなんですよ。密着率が高ければマネってできないんですね。どんだけ強く握っても軽く握っててもずれなければ豆にならないですよ。自分のエネルギーで支えきれないですよね。頑張った証拠です。普段そんな豆ができるタイプのスイングしてないんですよ。まず握ってないですからね。いや、それで握ってなくても、ね、できるんですよ。軽くでもできるんです、擦れれば。もともとグリップ擦れないタイプなんです。要は法定速度をきっちり守った運転しかしないゴルフを。いいことじゃないですか。とってもいいことなんですけど300ヤードは出せないんです。はい、サーキットなんで、棒に関しては日に日に距離は伸びてきております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これやれないし分かったんですけど、一球一球超疲れていくので、最初の一球とかからが超勝負なんです。めっちゃ大事ですね。まあいいですね。打ち始めの最初のコツだけで、今キャリーで220だったじゃないですか、はい、このキャリーで220をいかに小さいスイングでできるかが練習なんです。ずいぶん変わりましたねっていう話。はい、そうですけど、ずいぶん変わりましたね。全然ふにゃふにゃしなくなったじゃないですか。あとね、アドレス1箇所だけ直したいんですよ。はい、今その時に、はい、ここはい手離して、はい、そのまま、はい、後ろ下がって、おお、これダメ、だいぶ左ですよね、うん、ってことはまっすぐ振るっていうのがこの向きなんですよ。この向きなんですね。なるほど。で、この状態でこうやって向いてる状態なんで、クラブがもう上からしか入らない状態、 A 角にしか入らない状態です。これをアッパーに持っていったところでやっと普通ぐらい。肩ラインは飛球線になってるのが一番いいんです。それともクローズ、飛球線でいいです。クローズはまだ許せます。ただこっちはダメです。で、こっちは向くんですよ。右手と左手の長さがほとんど一緒じゃないですか、人間って。左手握った時に右手の方が絶対に前になるので、肩が絶対前に出るんですよ、うん、前に出ないようにするためには肩をしっかり下げた上で握らないといけない。左手が伸びきった状態で握るともう絶対こうなっちゃうので、左手をしっかり手前に近づけてあげる。肩が1ミリも前に出ないように気をつけてこうやって握っていけない。これが今肩の高さが変わらないですよね。正面から見ると肩こうなってないとダメです。なるほどね。これも絶対ダメです。もう飛ばない人の一番の特徴です。球が上がらない人これです。悪くないです。悪くないです。高さが足りてないんでもっと下から上に行ってください。悪くないです。悪くないです。打った後右肩下がってますよね。それが正しいフォローです。前の小見さんだと絶対できなかったやつです。テイクバックはもうちょっと大きくしてもいいんで、フォローは今より大きくしないようにしてください。いい、220。このちっちゃいスイングで240ランク込みで出てるんですよ。悪くないと思います。じゃあこれを強く叩いていきましょう。テイクバックを大きくして、フォローはできる限りサイズ変えないようにしてください。ただ速度がつくんで絶対に大きくなってしまいます。それはもう構いません。自分の中では頑張ってそのサイズのまんまで終わらせるようにしてください。はい、止めるために力を抜いちゃってるんで、
止めようとするのはすごく大事なことなんですけど、本当に止めれるぐらい力抜いてダメなんで、止まれないがです。はい、です。もっと強く大きく上げても、ここだけ頑張ってください。あと叩いてください。そこを速く、そこを強く、あと伸びるんです。ここがすごい、初速がすごい、なんか電動モーターみたいな、はい、動き出しからいい、はい、でも本当にスイング中に考えてるのはもう一番大事なのは最高速ではなく初速です。とにかく初速が全て。いいですね。もっとだね。なんであんな勢いよく振れんの。なんでどこの力だった。全身全身でやったんです。どこってなんか意識が薄い。あー分かった。ちょっと普段の脳みそに戻ってっちゃうんだね。はい、リミッター外したのにまた戻ってんだ。飛ばない人は地下で寝て飛んだって意味ないんだよ。無駄な力みは必要ない。力を抜いてヘッドが走るんだよって言ってるやつ、飛ぶやつ一人もいないんだよ。飛ぶやつは力入れるって全員言います。テイクバックが浅いとどれだけ頑張っても飛ばないので、今反動の力使いました。じゃあ今度は反動の力使いません。上げていって反動の力使わないでやっていきます。これも大事なんです。もちろん反動の力使った方が同じ軌道を通るので安定するし、まっすぐ飛びやすいです。反動の力使わないとまっすぐ飛びづらいんですけど、ただ純粋な加速、自分の走る速さで競うのがこのダウンスイングなので、最初やってたのはこうプロレスのこのロープアクション使って戻るっていう状態、速く上げて深くする練習と深く上げてダウンスイングだけで振る練習。今はロープ使わずをまず練習する。両方する交互に一球ずつじゃなくていいです。3球から5球ずつぐらいに、いいぞ。今のもさっきのもすごくいいです。けど結果に対してシビアになりすぎると良くないなって言われますよね。脳みそが全部で動きになるんだと思っちゃうんで、その先に進もうとして。あ、なるほどね。そうです、経験値がゼロになっちゃうんです、毎回。あ、いいです、めっちゃいいです。さっきより打点が良くなりました。ただ打点が良くなった理由っていうのは、今のは明らかに速度を落としたからですね。言い方悪いですけど、サボった。今度はゆっくり上げてめちゃくちゃ深い位置から加速だけで振る。一回素振りした方がいいです、絶対。ゆっくり上げて、いや、もっと止まってください。はい、この素振り毎日してくれたら6月には300ヤードを狙います。短い練習用のクラブみたいになるじゃないですか、はい、あれでもいいから振った方がいいですかって人いるんですけど、マジでやめてください。短いのダメ。無意味です。ベースの確認をしたり体の使い方の確認をするためにはすごくいい道具なんです。飛距離を伸ばすってことに関してはマイナスでしかないので、あ、じゃあね、ちょっと待ってください。アーケロンの S60 でヘッドがテーラーメイドの QI10 ノーマルです。今までもシャフトは元上司だったんですけど、結構捕まることが多くて、先が走るのにあまり引っかかってこない、球もよく浮いてくれるのでキャリーが出る感じがしました。左のミスがなくなった、距離はやっぱ明らかに伸びてますね。10ヤード15ヤードは球が高くなった分キャリーが出てるんだと思いますね。振り方として、これをビュンと速く振るのか、すげえ重たいやつをブローンって振るのか、体の使い方は重たいやつを動かす、うん、クラブ2本とか持ってね、素振り素振りの振り方じゃないですか。手先はこれの振り方、まずやってもらいたいのが2本持って振ってほしいんですが、振るコツがあるのでまず振ってみてください。はい、これ使います。これ振るときの振り方は1箇所で鳴らないようにしてください。やっちゃいけない振り方はこの振り方、
やってほしい振り方は腹式呼吸の息の吐き方みたいな。じゃあ力強く振んなくていいってこと？いいえ、めっちゃ疲れるんですこれ。だって出だしから50キロぐらいの速度を出してずっと50キロをキープして最後まで行くんで、実はそっちの方が全然しんどいです。出だしからまずそこそこの速度を出さないといけない。けどそれが加速しきらないようにちゃんと速度制御しないといけない。難しいでしょ。簡単にやってるような感じしましたけど、すげえ簡単に見えた。そうそう、むずいでしょ、むずいでしょ。これやってみてください、マジ。そう、これめっちゃむずいですから、まずはここの自分の出せる速度、ここでいいです。この速度ずっと一緒で、この速度で触れてればいいです。グリップは2本持つときは絶対縦にしてください。ね、難しいでしょ。足もちゃんと上げてください。あ、足が止まるから勝手に打てるときにグンと足が行けばちょっと速度は抑えられます。この素振りをたくさんやってほしいのと、今度はヘッドついてないシャフト、なんかあ、ま、ありますよね。ある、ある、うん。短く高い音を右サイドで鳴らしてほしいですね。右で大体みんなやるのがこれ、うん、こっち側だ、こっちが初めて見た今も。はい、あ、いいです、できてる、できてる、できてるね。できてます。あ、うまい、うまい。そしたら重たいものをいきなり初速出すのがすげえ分かりましたね。A、はい、だからあっちを数多めに。そうです、そういうことね。そうです、そういうことね。でそれを両方やった後にそれに持ってってもらっていいんで、マックスのところで振ってください。おお持ってこれだ。はい、なんで浦さんはここそんな速いんだって言うんだけど、これを散々やってて、ドライバー振っていいですか？もちろん。この今準備運動が初めて終えたところで、はい、今日はそんなもうあと触れません。いいですね、いいですね、悪くないですね。こんなヘトヘトの割にはまあまあじゃないですか。うん、あ、これで260だったらまあまあ。これ最後ですね。マジ最後っす。はい、あいや、お疲れ様でした。これが今現場で出るここ飛ばしたいぞっていうホールのショットです。ここでは曲がってないっていうのがもう徳美さんらしい。一番持ってる中で、長いアイアン2つ、ここからボッって音が鳴ったらボーですね、ボンってならない。マジやってみてください、マジね。めっちゃむずいですから。今力使わねえなと思ったでしょ、楽なやつだなと思ったでしょ。ダラッとすりゃいいんでしょって思いきや全然。あとトレーニングでやってほしい人も、ロボットをして、はい、地面をこう歩く音が鳴らないように、全ての動きをつま先着地どんでもいいです。とにかく音が鳴らないようにゆっくり全身力で鳴る。筋を鍛えます、速筋ではなく。大きく使って大きく使って降りていきます。これ家でできるね、はい、ジャンプして音を鳴らさない練習でもそうです。なるべく鳴らさないで。地獄の君ここからですよ。頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとう。チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。概要欄の方から各種 SNS ですね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。